今回ですね、ロシア、あんたオリガルヒがですね、世界中でなんか次々死んでるらしいですよね。次々死んでるんですか。はい。次々と死んでるっていうのがニュースになってますよ今。オリガルヒっていうの、はい、改めて。あれオリガルヒっていうのはあのロシアの国内で、いわゆるまあ政府系のビジネスとかいろんなものを請け負いながら、はい、どんどん大きくなって、はい、あの裕福になっていった人たちのことですね、はい、で当然政府とつながっているので、うん、政府の要人、例えばプーチン大統領とかがお金を稼ぐ、自分の私腹を肥やすのに、はい、そういう人たちを使っていって恩を売りながら、はい、そういうまあ自由にできる金がいっぱいあるということですよね。とんでもない額ですよ。イギリスのサッカーチームのオーナーみたいな、はいはい、アブラモビッチみたいですね。そうです、そうです、そういう人たちってことですか。そうです。だからあのいわゆる既得権益ですね、オイル、うん、石油とか、うん、あとはそれこそ軍のケータリングをする会社とか、そういう国のビジネスですよね、契約を彼らが、あの政府が与えることによって、そいつらをお金持ちにしていって返させると、うん、で政権には何の影響力も持ってないと。政府に反旗を翻すと、うん、政府にというかプーチン大統領に 反論すると、うん、まあ、更迭されていく、首を切られるみたいなことはこれまでもあって、はい、亡命してる人たちもいっぱいいますよね、はい、で投獄されてる人たちもいっぱいいます、うん、っていう感じですよね、うん、それが、まあ、最近のだけで見てもですね、4月18日これ何がすごいって24時間以内に起きてるんですよ。これ4月の18日に、はい、ロシア有数銀行の一つガスプロムバンク、はいはいはい、そこの銀行ですね、ガスプロムバンク、ここの、まあ、元副社長という人がピストルで自殺していたと。で家族も奥さんと娘も同じ意識しないで、まあ、死んでいて無理心中をしたんじゃないかと。あれですね、でその翌日、はい、今度これスペイン、はい、さっきのモスクワですね、はい、スペインで、天然ガスの大手、ノバテック社の元副会長ですね、はい、プロトセーニャさんという人、はい、そしたら首吊り自殺しているのが発見されると。でそこの敷地内では奥さんと娘さん、これスペインの報道によるとが刺殺されてたと。でどうも無理心中だと。でスペイン当局によればこれは暗殺とか関係ないでしょうと、おそらく独立した事件ですと。これ2つが24時間に起きてるんですよ、いないに。ちなみにですね、ウクライナの侵攻が始まったのが2月24日ですよね、25日、ガスプロムですね、ガスプロムの、はい、財務担当者の人が、はい、サンクトペテルブルクで、自殺してます。でさらにその3日後、はい、2月28日には66歳の元オリガルヒの男性、はい、がイギリスで亡命してたんですけど、イギリスで亡くなっているのが発見されると。こんなこと続きますかと。もう欧米なんかも大騒動ですよね。でずっと続いているので、そんなことが偶然にね、うん、しかも続くのかという話にね、やっぱ、うん、なってるわけですよ、うん、これって最近始まったことじゃないんですよ。やっぱ今回侵攻があったから皆さん発言する人が増えたりとか、うん、あとまあ動いたり情報提供している、例えばイギリスに協力している、うん、スペインに協力している、そういったところに協力している人たちがいたから、まあ、侵攻の後やられてるってパターンもしかしたらあるかもしれない、うん、本当の事件かもしれないし、もしかしたら暗殺されたのかもしれない、これ全然わからないんですよね。ただ過去の例を見るとですよ、何かがあったと思っても仕方がないんじゃないかということなんですよ。でこれね、2017年なんですけど、アメリカのまあジャーナリストが、はい、あの過去にですね、あのどんだけの人が、うん、まあ、不審な死を遂げてるのか、はい、調べてたっていうのがあって、これ期間はですね、2014年から2017年の3年間、はい、にどういう人たちがロシア関係で殺されたのか、もしくは死んだのかっていうことですね。その3年間で有名なロシア人38人不審死してますと、この3年間でですね。でそのうちの10人がプーチン大統領にすごく悲観的な人だったと。7人は外交官、外交官7人死んでる3年間で。考えられるのは例えばだから協力者だったという可能性は考えられますよね。でそれ以外は、ロシアともともと深い関係を持っていたビジネスマンとかなんですけれども、どうも汚職とかなんとかつって追放された人6人、3年間に亡くなってますね。であとは政治系、あとは軍事系関係者13人、3年間で殺されてる。合わせて3年間で38人が不審死。でまあ、死んでる理由も全部書いてるんですよね。このうち12人は、銃殺されてるか、もしくは刺し殺されている。6人は、爆破物で吹っ飛んでる、
で10人は、ちょっと怪しいけど紳士ということで片付けられてますね。あとここから1人ずつですけど、例えば本当にちょっとよく分かんない頭の病気、うん、あとは大衆浴場みたいなところで、はい、なんかの拍子で壁に頭ぶつけて亡くなったとか刑務所の中で首吊ってる人、うん、あとコーヒーを飲んだ後に死んだ人、うん、で6人は理由が分かりません。でさらに言うとジャーナリスト、はい、これ25人やられてますと、はい、ロシア人、ロシアに関係している人たちですね。まあウクライナとかもあるかもしれないですけど、25人。とんでもない数じゃないですか。これ。映画みたいです。ですよね。怖いんですよね。だから日本のその専門家の人、最近まあテレビでいっぱい出るような人とかいますよね。はい、言ってましたよ。なんか尾行されてないかって心配だよって言ってる人もいますし、だから日本にいても。消されるかもしれない。いや下手したらね、なんか嫌がらせ消されるまでないかもしれないですけど、嫌がらせが来るとか可能性ありえなくはないわけですよね、うん、だからそういうプレッシャーを与えてくるわけじゃないですか、向こうは、うん、こういうのだってそうじゃないですかね、はい、やっぱりその死んでるということが心理的なプレッシャーになるわけですよね、うん、協力したらやばいかなっていう。僕イギリスとかもねちょっと問題ないんじゃないかなと思うんですよ。イギリスは、イギリスとやっぱりそのロシアって対立ずっとしてきてますよね、はい、で今回のウクライナ侵攻でも、うん、ウクライナにイギリス当局がかなり情報提供してたりとかしてますよね、はいはい、で軍事支援とかでも含めてそうですけど、でスパイいっぱい囲ってるわけですよ、はい、亡命してきたやつをイギリスにですね、でイギリスの情報機関を辞めて、うん、で他の、ね、普通の仕事畑に戻ろうと思って、はい、例えば違うイギリスでどっか行くと必ずロシアの情報員から接触されるって言ってますよ、はい、で金を提示してダブルスパイになれて言われるっていうのはもうこれがあるあるなんだあるあるなんですね、言ってましたね。一個問題なのはですね、例えば今回のオリガルヒもそうですけど、みんなめちゃくちゃ金持ってイギリスですごい高級マンションとか住んでるわけですよ、はい、でそれをやらせてるのも僕は問題なんじゃないかなと、イギリスが、うん、でこれゴールデンビザっていうのがありまして、はい、イギリスに、はい、これはまあ、イギリスじゃなくてもいろんな国にあるんですけど、お金を持ってる人は優遇させてビザ、うん、その金落としてくださいっていう、あ、はい、これをやってて、これを今年の2月にイギリスは辞めることにしたんですよ。あ、そうですか。なぜかというと、それまでロシア の、うん、いわゆる怪しい人たちがいっぱい来てで会社登記はイギリスがめちゃくちゃ楽なんですよ。24時間で会社作れちゃうんです。しかもそこが例えば名前を、これフィナンシャルタイムズがこう書いてましたけど、皮肉で、はい、ミッキーマウスって名前で登記しても会社できちゃうんですって、はいはい、ということは怪しいやつがいっぱいいるんですって。でロシアの人たちが来て、まず彼らのスキームはお金稼いだ後にイギリスに来て企業を作って、でイギリスのその証券取引所で登記上場までしたりとかいろいろやって簡単にできるそうなんですよね。で土地買いまくるんですよ。で怪しい土地がいっぱいあって、これ書いてますけどロンドン中150カ所、はい、所有者がよく調べても調べてもよく分かんない土地がいっぱいある。あ、そうなんですね。多分ロシアじゃないかと、はいはいはい、さっき言ったゴールデンビザ、お金持ってきたらすぐビザ出しますよと、うん、それだってほとんどもう中国とロシアだけで利用者がもう6割7割なんですって。だからもうやめないとやばいですよと。でそういう人たちがガンガン来てる、でそこで暗殺されてるわけじゃないですか、みんな、うん、スクリパルさんもそうですし、過去にも何人もね、はい、イギリスで暗殺ミスされてますよ ね、 だからまずそういうのを断ち切っていかないと、まあ暗殺する方が悪いんですけど ね、 まあね、そうなんです。まあ、ただ暗殺かどうか分かんないですよ、分かんないですけど、まあ、増えてるっていうことなんで、これが今海外でもかなり話題になってますよ。なるほど、うん、やってるな。やってると思いますか。やってるな。気をつけてくださいね、あんまり言うと。やってますよ、気をつけてください、ね、いやいや、気をつけてください。顔出してる人